近までずずずいっといらっしゃってますので、お願いいたします。大丈夫でしょうか。はい、どうもありがとうございました。これでフォトセッションのお時間は終了とさせていただきます。どうもありがとうございます。では、ステージ上少し転換をいたします。マイクもお持ちしますのでお待ちくださいませ。さあ、それでは最後に主演の佐藤さん、樋口さんから会場の皆様に一言ずつご挨拶をいただきたく思いますが、実はですね、その前に本日佐藤浩一さんにある方からお手紙をお預かりしております。劇中では妻涼子の手紙に支えられて新たな一歩を踏み出しますが、本日は佐藤さんをいつも支えていらっしゃいます奥様からメッセージをいただきました。では恐れ入ります、樋口さん、お願いいたします。びっくりした。そうです、はい、奥様からです。浩一さんの奥様から。では読ませていただきます。うわ読むよ読むよ。浩一さん、心臓が飛び出るくらいびっくりしていることと思います。すみません、私はこの作品を見るのが今日で3回目。きっとまた客席で号泣していると思います。もし自分が夫よりも先に旅立つことになったら、ふとそんなことを考えてしまいました。涼子さんのように大きな愛を持った嘘を浩一さんや息子たちに突き通せるでしょうか。最後まであんなに強く凛としていられるでしょうか。罪を犯した若者を大きな愛で許せるでしょうか。そして自分がいなくなった後を想像し、あんなに優しい手紙を書くことができるでしょうか。私にはとても自信がありません。結婚した当初、体があまり丈夫でない私は、自分が死んだら保険金で好きな映画を作ってねとあなたに言ったことがありました。もちろん当時はまだ若く、死という存在が遠くにありました。ああ読めない。でも自分が浩一さんよりも先に行ってしまうような気がしたのは本当です。今の私は違います。アチシさんと似ていて、役者の仕事しかできない浩一さん、あなたを残して旅立つことは、家族はもちろん事務所のマネージャーさん、映画関係の皆様にとてつもないご迷惑をおかけすることになり、それを思うととても先に行くことなどできません。この作品を通じて、命には限りがあるということを痛感しました。当たり前の日常が突然なくなることもあるということも。その時後悔しないように、健康を大事に感謝しながら、大切な家族や大切な方たちとの時間を丁寧に過ごしたいと思います。23年前に浩一さんからいただいたお手紙にあった、僕は一生あなたの味方です。という言葉を今も忘れません。私の一番の味方は浩一さんです。だからどんな困難も乗り越えていきます。これからも家族でいろんな愛の形を積み上げて、たくさんの笑顔につなげていきましょうね。愛を積む人は、ご夫婦はもちろん、恋人たち、子供の立場から、そして迷える若者と幅広い層のお客様の心に残る作品だと思います。一人でも多くの方に見ていただいて、もう一度大切な方との人生を見つめ直す一つのきっかけになるといいなと思います。
浩一さん、私は浩一さんを一人にしないように、浩一さんよりも一日でも長く生きることを約束します。素晴らしいですね。終わり。どうもありがとうございました。ではお手紙どうぞ渡して差し上げてください。佐藤さん、いかがでしょうか。暑いから汗かいちゃってね、本当ね。かなこさんが泣くことないでしょう。というか、やっぱりまあ字ってね、また違う気持ちの伝わり方があるんで、文字は、うん、ありがたいもんだと思います。どうもありがとうございます。とっても素敵なお手紙でした。どうもありがとうございました。それではいよいよお別れの時間も近づいてまいりました。最後にですね、佐藤さん、樋口さんからもう一言ずつ本日お越しくださいましたお客様にメッセージを頂戴したく思いますが、では樋口さんからまいりましょうか。はい、いや、はい、私この程度 の涙でよかったなと思いました。実は今朝いただいたんです。なんてもう酷なことをするんだと、あまりにもいい手紙なので、今日はメイクをしながら泣きました。だからもう本番どうなることかと思いましたけど、なんとか読めました。もう素晴らしい奥様です。こういう人と本当に長く一緒に夫婦になれるというのは、本当小石さん幸せだなと思うし、私も長く続けていきたいと思います。本当にこの映画を見て、大事な人の顔を皆さんそれぞれ思い浮かべていただけたらなと思います。この映画応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では最後に佐藤さん、お願いいたします。まさかこんな姑息なことを宣伝部が考えるとは思いもよらなかったもんで、ちょっと不覚を取りましたが、映画っていうのは本当に3つの終わりがあって、撮影が全て終了した終わりがあって、その後に半年間かけていろいろと編集をしたり加工したり音を入れたりして、新しくその映画が完成する、その終わり、そして今日こうやって初日を迎えて、やっと皆様の目に触れることができるその作品の完成のその瞬間、この終わりを待ち望みながら、今日まで1年間走ってきました。今日本当にありがとうございました。